さん、ごきげんよう。上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら下記の質問がありました。今回はこちらの質問にお答えしたいと思います。それでは早速行ってみましょう。質問1。 iPhone ユーザーです。背面タップでカメラのシャッターを押してしまう機能を無効にしたいのですが、どうしたらいいですか？電車の中でカメラを鏡代わりに使ってる時にご反応で自撮りをしてしまうのが恥ずかしいです。2022年4月14日ということなんですが、これはおそらくカメラのシャッターではなくてスクリーンショットを割り当てているのではないでしょうか。まあどっちでもいいんですがiOS16 であれば下記のように設定すれば回避できますよね。1. カメラを起動したら集中モードカメラになるように設定します。 2. 集中モードがカメラの時スクリーンショット以外の動きを割り当てます。何もしないを割り当ててもいいです。 3. 集中モードがカメラ以外の時スクリーンショットを割り当てます。 4. 上記のショートカットを背面タップに割り当てます。以上のように設定すればカメラを起動している間は背面タップでスクリーンショットが誤作動することはありません。このようにアプリごとに別のショートカットを背面タップに割り当てを変えることができるようになるんですよね。これは様々な用途に応用が可能ですよね。いや、集中モードって素晴らしい機能ですよね。詳しい操作方法は以前作成した私の動画をご覧くださいませませ。以上です。